北国新聞ニュースをお伝えしますロシア軍のウクライナ侵攻を受け金沢大学はウクライナの首都にある国立大学キーウ工科大学からの研究員の受け入れを決めました金沢大学はキーウ工科大学での研究がままならない状況にあるとみて戦果を離れ研究に専念できる環境を提供するため 学内会議で研究員の受け入れを決めました金沢大学にはウクライナ出身の教員が一人在籍しその出身大学がキーウ工科大学だったため支援に乗り出すことにしました受け入れは複数になる見通しで国籍は問いません日本への渡航費は基金や寄付金などを使って補助し 給料も支給する予定で早ければ来月から公募を開始します金沢大学によりますとウクライナの首都キーウはロシア軍の爆撃などを受けましたがキーウ高課台の被害ははっきりしていないということです金沢市の玉川子ども図書館が建て替え工事を終えてあさって開館します 玉川図書館に隣り合う多摩川こども図書館はおととし7月から建て替えが進められてきました新しい建物は地上3階地下1階建ての鉄骨造りで蔵書の能力は以前の2倍近いおよそ21万冊になりました。1階に子どが遊べるる木の広場を設けるなど 内装に地元の木材をふんだんに使っていますまた建て替えの際に伐採したイチやメタセコイアも本を展示するシンボルツリーや天井遊具や机などに生まれ変わりました2階に幼児から小学校・中学年向けの本など3階には小学校・高学年から中学生向けの本を並べました 一方、36カ国の言葉で書かれた世界は一つの当板」は、11代王妃長在門さんが先代の作品を再構成し、改めて図書館の入り口近くに設置されました。新しい玉川子ども図書館は、明後日正午に開館します。新図書館には、情報を検索できるデジタルサイネージや 自動貸出機も導入されました。10月30日に開催される金沢マラソンの PR グッズが完成しました。金沢マラソン組織委員会が制作した PR グッズは、KM のロゴマークが入った T シャツやマフラータオル、ピンバッジがあり、 大会の盛り上げにつなげにますこのうち T シャツは鮮やかな黄色や黒色のほか新色のグレーが登場し背中側にロゴを大きく描き勢いのある印象に仕上げました T シャツは S から LL まで4サイズあり合わせて300枚用意しましたまたマフラータオルは 黄色と黒色の2色で200枚作りましたどちらも今月19日午前10時から金沢市新神田4丁目の NSP 西長スポーツの店頭とホームページで発売され売り切れ次第終了になります金沢マラソンは10月30日に開催されランナーのエントリーが 今月19日から始まりまりす北国新聞の電子版を使ったふるさと学習が機能う羽咋市内の中学校でスタートし今年度中に県内すべての市と町で順次この取り組みが導入されます。北国新聞の電子版 北国新聞デジタルの小中学校への導入は国のギガスクール構想で児童や生徒が一人一台タブレット端末などを使える体制が整ったことに対応した取り組みです県内のすべての市や町は今年度中に導入する予定で白市の大内中学校では昨日2年生の生徒が端末で記事を選び ふるさと学習の時間に感想を話し合いました。授業に使われたのは、法達清水町で小学校を統合した後に、元の校歌を再利用するか、新しい曲を作るかについて、意見が割れたことを取り上げた記事でした。授業では、記事を踏まえて、生徒から、「統合について考える機会になった。」や、 歌ってきた効果が残ってほしいと思ったといった感想が出されました北国新聞デジタルは去年2月1日に創刊され読みやすいように文字を拡大できるほか記事の切り抜き印刷や検索などもできます北国新聞整形講話会は昨日う4月例会を開き 国際ビジネススポーツアナリストのタック川本さんが大リーグでの経験から経営戦略などを語りましたタック川本さんはアメリカ大リーグの三球団でフロントスタッフとして仕事をした経験があります講演で川本さんはアメリカ国内では経営戦略は大リーグに学べとも言われ 会社経営や教育の面で手本とされる存在だと紹介しましたまた、大リーグの一軍でプレーできるのは一握りのため球団は選手のセカンドキャリアを考え野球の技以上に人間力を磨くことを重視していると説明しましたその上で、人間性が備わってこそ真の一流であり 一流が組織力を発展させると語りました一方、川本さんは大リーグの権利ビジネスについても触れ日本人選手でも河北市出身の奥川泰信投手や完全試合を達成した佐々木朗希投手は権利上の商品になりうると指摘しました。 ラジオ金沢は今月18日から「高林坊ラモーダ」の町中スタジオで定時番組の生放送を始めま町街中スタジオから伝える番組は月曜から水曜の午前11時から午後1時55分まで放送中の「昼時ラジオ便」と金曜午後5時から6時の「高林坊夕焼けラジオ」です。 ただし第2棟第4水曜はこれまで通り北国新聞会館から放送します街中スタジオからの放送がスタートする18日は昼時ラジオ便に民謡歌手の香山明さんと金沢市出身の演歌歌手結城和明さんなどが出演します番組では香山さんが県六園松づくしの歌詞の内容を解説し 結城さんは新曲金沢の夜を PR しますスタジオの外からは生放送中に見学ができます金沢ケーブルとラジオ金沢とのスタジオの共用は地域に根ざした情報を街中から発信するのが狙いです神社に足を運んでもらおうと 金沢市中心部の7つの神社が昨日スタンプを集めながら巡るイベントを始めました。このイベントは若い世代を中心に薄れているお参りを習慣づけようと企画され、この花町の安江八幡宮、本町2丁目の白髭神社、三社町の トヨタ白山神社、長田1丁目の長田菅原神社、中央通り町の西川神社、中村町の中村神社、増泉2丁目の春日神社の合わせて7社が参加しました。金沢七福散歩道と名付けたイベントでは、神社ごとにオリジナルのスタンプ、 福音が用意され、参加者が持つ専用の手ぬぐいにスタンプがたまる仕組みになっています。イベントは昨日から始まり、安江八幡宮でも境内に上りとスタンプ台が設置されました。このイベントは来月三十一日まで行われ、今年の秋にも実施される予定です。安江八幡宮の厚見幸正根は。 普段は目に止まらなかった店などに巡り合えるかもしれないぜひ服を集めながら楽しんでほしいと呼びかけていました子どもを見守り隊の出発式がきの宝達清水町の塩小学校で行われ隊員たちが児童の安全を確保する決意を新たにしました出発式では 塩小学校子ども見守り隊の代表の5人が自己紹介したほか、PTA の高松誠副会長が挨拶し、白衣警察署・使用駐在所の夏畑和寺所長が峠校の注意点を説明しました。これに対して110人の児童を代表して6年生の2人が、 僕たちも皆さんを元気づけられるような挨拶をしますと感謝の言葉を述べました。見守り隊は今後、峠工事におよそ20人のメンバーが自宅の近くなどで活動します。以上、北国新聞ニュースをお伝えしました。